ファンバン会は、ベトナムの政治家。第5代ベトナム社会主義人民共和国首相を、務めた。1933年、フランス領インドシナのサイゴン宿地圏に生まれる。1954年のジュネーブ協定締結後北、ベトナムに移り、モスクワ留学の後、国家計画委員会で、経済政策専門家として、頭角を表す。1972年に、 南ベトナムに派遣され、南北統一後も南部に留まり、法治民市人民委員会副委員長などを歴任した。1984年、党中央委員候補に選出。1985年、共産党中央委員、法治民市人民委員会委員長に就任。1986年、第6回党大会において、中央委員に選出される。 1989年3月2日より国家計画委員会主任。1991年6月、第7回党大会において党政治局員に選出され、序列第8位となる。同年8月、筆頭閣の副首相に就任し、同じ南部出身の傍番、キエット首相を支えて、ドイモイ路線を推進した。 1996年6月から7月にかけて開催された第8回党大会において政治局員に再選され、序列第7位。首相の後継候補として早い時点から名前が取り沙汰され、1997年9月15から16日に開催された不定期の党中央委員会会合で次期首相への推薦が決定された。同年9月24日、 第10期第1回国会において首相に選出。同年12月、第8期党中央委員会第4回総会で、序列第3位への昇格が確認された。2001年4月の第9回党大会において、政治局員に再選。2002年8月、第11期第1回国会において首相に再選する。2005年6月、現役の首相として、 ベトナム戦争後初めて、米国を訪問し、ブッシュ大統領とホワイトハウスで会談。この際に、軍事教育訓練合意書に調印し、米越間の軍事、安全保障分野での協力を進めた。2期10年を務めた後、2006年6月27日、首相の座をグエンタンズンに譲って引退した。2018年3月17日、 老水のため放置民主口郡の自宅で死去した。84歳坊津。3月20日から22日にかけて国葬が営まれ、故郷の口タントンホイ村に埋葬された。2006年11月、日本、ベトナム国間の経済の緊密化及び友好親善に寄与したとし、日本政府より朝日大受賞を授与される。2008年、 ベトナム国家最高栄誉の金星勲章を授与された。ありがとうございます。